えお疲れ様でございます。何かとね、AI のツールが世の中に似わしてるわけですけども、AI で稼ぐって言葉にね、反応しがちな我々ですが、実際 AI でそんなに簡単に稼げるものかなってことをね、一つずつ検証してみようかと思います。今回は、AI で漫画を作るみたいなね、そんなツールが結構出回ってるんですけども、本当に AI で書いた漫画がね、 お金を届けててくれるのかなってことですまあ結論から言うと AI で漫画を描いて稼ぐことは、まあ、ほとんどの場合不可能です。ね。まあそのことをね、ちょっと垂れ込みついでに体験した部分もありますのでお話していこうと思います。例えばね、複数の AI ビジネス講座を購入してみた体験談とかね。AI マネタイズサロンに入って AI 副業で本当に稼げるかどうかを実践してみたとかね。 無在庫販売系の AI ビジネス講座を購入してみたんだけどどうだったかなとか、まあ、こういうふうに無在庫販売系の AI ビジネス講座を購入したその後もしくは AI で稼げますよっていうふうなねそんなコミュニティとかに入ってみたりとか実際にそういった教材を買ってみてどうだったかってことですこれ一部私のスキルを込みでお話し,しますんでだからね完全なる素人が AI のビジネスに手を出してどうだったかってことではありません 一定の成果を出したプロでどうなったかってことも入ってますからね。で、今回はその中で AI 漫画で稼ぐというビジネス講座、こちらの方の考察していきたいと思います。特に個別で誰かを批判したわけではないので、どこの講座に参加したか、どこの教材を買ったかってことは控えさせてもらいます。まあ、副業とか稼げるという点では全くの役立つのゴミです。はっきり言って詐欺商材と言ってもいいです。ただしですね、 知的好奇心を満たすものとしては結構面白かったんで完全なるね、インチキではないかなと思います。つまり、その講座に参加すると何がしかの面白さはあるわけですよ。ためになると思うのもあります。ただお金は稼げませんっていうことなんですよね。<laughs> それこそね、アンケートサイトの方が稼げます。<laughs> で、漫画は閲覧数が高くて、Kindle とか X とかインスタグラムでもインプレッションが稼ぎやすいっていうのがね、まあ売りになってますけども、だから漫画で稼げるんじゃないかなっていうふうに思っちゃうわけですよ。 まあ副業という点では、そういった AI で漫画が描けますよとか、AI で儲けられますよっていうのは結構ね、インチキなんですよ。そんなに稼げないよってことなんですよ。AI で稼げるよっていうふうな、ヨタ話が売れて稼げるってこともありますけどね。で、金取レで稼ぐことはまあ無理です。それこそ数円とか数百円ってレベルです。例えば、AI 美少女図鑑とかね、AI 美少女画像集とかね。はっきり言ってもう稼げません、あんなのでは。 特に継続的に稼げなければ意味がないです。例えば、そういう風なね、AI で作ったかわいらしい女の子のいろんな画像で、もう毎日毎日ね、数百冊、数千冊売れてるんだったら別ですよ。で、1冊が5万とか10万で売れるんだったら別ですよ。どっちもないですから、せいぜい AI で作った美少女図鑑なんてのは、まあ、2、3冊買ったらね、ユーザーは終わりですから、<laughs> まあそんなもんだと思いますよ。まあ、私は1個も買ってないですけどね。 まあしかしね、その中でも AI 漫画の作成方法はなかなか面白かったんですよ。例えば、利用できるコミック AI ツールとしては、スカイリースってのがあります。これ動画概要欄にこれはつけておきましょう。これ簡単な漫画作成だったら無料でできるんですよ。無料でですよ。で、AI で画像や漫画を作ろうとすると、キャラクターが安定せずに、コマごとに主人公が違う顔になっちゃったりとかね、違うアクションしたりとか、そんなことがあったりするわけなんですけども、 まあ今回のスカイリーズっていうのはアイディアを数行書くだけでシナリオとキャラクターデザインが生成されますんでそれをもとに漫画のコマとセリフまで生成できるわけなんですよ、まあ、使い方を簡単にお話しますとこちらの方にログインしてアカウント作成するとあの作成開始っていうねコマンドが打てますんでそこで生成スタイルを選ぶわけなんですよ例えばジェネラルネオンバンクモノクロームゴシック ライン・エン・ハインス、アナログ・ファンタジーなどで選んでいきます。どんな漫画のスタイルにするかってことですよね。で、これを選んだら、ストーリーを AI 生成で作成。そうするとね、数分でストーリーが出来上がってきます。その後にキャラクター設定。これ気に入らなければ、修正して何回でも使い回しが可能です。まあ、ここまでの作業、日本語で OK です。で、修正が終わったらフレームを作成して、4コマ、もしくはストーリーに合わせて配置していくわけなんですね。 で、細かいやり方っていうのは、高額な商材サロンに入らずとも、これはね、自分で学べます。YouTube とかブログにも書いてあるものがありますんで、別に、どっかにね、高額のオンラインサロンを入る必要はありません。まあ、他の方法としては、ニジジャーニーとかね、キャンバとかね、チャット GBT を利用したものもあるわけなんですけども、まあ、どれもこれもね、そんなに大した内容のサロンはないんですよ。 ニジジャーニーはスマ,ホでスマホアプリで作成可能ですし20回分の無料クレジットが付いてます。ですのでほぼ無料で何でも使えるんですよ。まあ日本語で書いたわけですけども自動的に英語に変換されるので結構簡単です。で画像作成時にはのバッキングラウンドと入れると背景と合わせやすいっていうところも特徴的ですね。背景もニジジャーニーで作成できます。 まあ、セリフについては、細マごとのセリフや背景、登場人物など、チャット GPT に考えてもらえばいいのかなと思います。まあ、その他ね、結論なんですけども、AI 漫画が作れたからといって、何がしかの収益になるという点は結びつきません。ただ、自己満足で漫画らしいものがどんどん作れるところには一定の面白さがあります。でも、それを他人が評価してお金を出して買うかっていうと、大いに疑問ですね。やっぱりね、漫画ってね、人の心を捉えたりとか、 ものすごく魅力的なキャラクターの積み重ねで出来上がるものですからそこにはねまだまだ手放しで AI 任せで上手にできるってことは今のところないのかなってこところですね将来的にはもしかしたらあるかもしれませんけど今の時点で AI の漫画で稼ぐこれはね AI の漫画で稼げるかもしれないよっていう風なあやふやな教材を売って稼ぐことはできますけども実際に AI で作られた漫画がベストセラーになるそんな 時代はまだまだ来ないと思います。それじゃあ。